fire. Your tiny head in mine. You're 5 feet off the ground. Your rest on my shoulder. The stars convey the light. So fragile in the night. In this moment. In this moment. Forever be. Forever be. In this moment. In this moment. Forever be. Forever be. はい、隣のサイトはどんなだろう。23サイト目はまっちゃんです。いやもう初めからすごいこのテントフィールドスタイルでしか見たことない。そうそうそうフィールドスタイルで初めて見てなんじゃこりゃってなったのが今持ってる方いましたよ。フィールドスタイルで手に入れました。えあ、そうですね。抽選で当たりました。何針 あったんですか。いやそこら辺は情報なかったんですけどとりあえず抽選してみようって抽選したら当たっちゃった。いやーすごい、すごい存在感のテントデバイスですよね。デバイスワークス、かっこいい独特なね、すごい高いですよね、はい、これ立てんのって一人でも行けます。ただめちゃくちゃ力いります。いりますよね。だって空気ね、こうなるでしょ。2人いる方が楽です。ですよね。空気を取り入れ一人でも行けないです。あれですよね。インディアンの絵とか描いてる。あ、そうです。ウエスタンソウルのとデバイスのコラボものなんで。あ、なるほどなるほど。ウエスタンソウルが結構高いですよね。ああ。じゃあ早速中も見させてもらってよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、まずね焚き火台周り、これびっくりしたんがなんとロダのデバイスのバージョンとアシモロダンっていうのをが満月になってるんですよ。これいきなり見せられてちょっと戸惑ってます。でこっちの足物団の方はガレージブランドハマりたていくちゃんのらしいんですけど、ハマりたてでこれ買うってすごいもうどっぷり使ってもうてるそうですねやつですね。早速溺れました。しかもこれ初火入れ。そうですね、今日初火入れ。今日やってもらうんですか。はい、今日初火入れで。うわすごい、はい、これやばいな。これはやばい。しかも焚き火シートがブラックスミスとドロッパーズのね、はい、かっこいい。やっぱりちょうどこの満月にちょうどいいサイズね。ラストフィットですね、めっちゃいいな。しかもこのブラックスミスのテリオスいやかっこよすぎでしょこれちょっと夜もね焚き火してるとこちょっと見に来たいな。ぜひ来てください。ちょっとその時はまた撮らせてもらってガンガン燃やします。はいこの出番の方は抽選ですか。これはいやこれはもうオンラインで即買いしました。売ってるのを即買い待って一瞬で高いね。これ9万円台ぐらいしなかったですか。一応10万ぐらい。すごい、もうそれを即買いしてしまう。この一瞬で10万が。もうボンといっちゃいますね。ボタン一つで。怖い怖い。高すぎるな。ちなみに足もロダンのお値段はですね。これ7万ぐらい。あ、それでも高い。焚き火台で7万。すごいな。いやもう衝撃がもう。入り口からも20万ぐらいいってます。今月の請求やばいみたいな。いや今月やばいです。怖い。あれね、もう後がね、まあまあでも今日のこの時間はもうプライスです。そうだ、そうだ、その価値があるね。もうすごいわ。すごいもん見せられた。もうね、次行きます。行きましょう。行ってみます。中の方行ってみましょうか。いやもう怖っ。いやもう中もやばい。パレテーブルちょっと2個？2個です。じゃあワン方言。じゃあ普通の晴れ。あ、いやすごいな。2つ持ってる人初めて見たもんな。確かに。下にイクちゃんのがもう1個。え、あ、これも。イクちゃん。イクちゃん。すごい。えぐ。3個あるでこのテント内。すごいな。やばい。すごい。いや、ほんで一番手前の方がデバイスのあれボックスですか？あれクズガコっていう名前。へー、かっこいい。なんかちょっと豊かさい。そうです。アイアンプレートもはまって連結できるようになってる。へー、すごー、かっこいい。やばいな。すごいな。これめっちゃ何人も使えるで。もう宴会場ね、宴会場。めっちゃ集まれる。いや、中もめっちゃ広いし。そうですね。なんか高いしね。ね、ワンホールってめっちゃ狭いイメージあるけど、めっちゃ広ない？ここから見てたらめっちゃ広い。めっちゃ広いよな。天井も高いし。え、今日ここで寝るんですか？ここで寝ます。ここにコット引いて。あ、はいはいはい。へえ。わあ、すごいな。もうなんやろ。何から話せばいいのか。わ、すごい。でもこれもすごい年季入ってる、あのストーブですよね。あれめっちゃ高いやつ、アイロンストーブ。年季入った。かっこいい。これもブラックデザイン。すごい。これ結構古いんですか？もともとこういう使用感。自分で塗りました。あ、そういうこと。もともとこういうオープンの色やったんですけど、自分で塗って、いい感じにして。めっちゃいい感じですね。すごい。めっちゃ可愛いカバー。バンフリーリーや。バンフリーリーの。可愛い。バンフリーリーです。出ました。怖い。こういうのもあるんや。いや、ほんでこれ見て、H&O のこの取ってね、取ってたあの天板、めっちゃかっこいい。かっこいいすぎるやろ。いや、真鍮なんですかねこれ。真鍮です。いや、もうめっちゃかっこいい。やば。熊本のレーリー休憩とか出してるやつで、そこで。あ、そうなんですね。うわ、かっこいい。こういうのもでも色合わせたりしてるんですか？あ、そうですね。色合わせて、なんとなくこう統一感というかね。すごい。これめっちゃ高いやつでしょ？いや、もうよう買わんから、うちらはな。H&O は。サメのあのワッペンだけ。ワッペンだけです。サメワッペン2枚です。そう、あとこのグラスとね、そのグラス、これマグマグラス。これ初めて見た。ホヤは見たことあんねんな。グラスあるんですね。売ってる。同じ人が作ってるんですか？はい、作ってます。井上さんって方です。井上さんがすごいな。工場に行ったことあるんですけど、やっぱりなんか職人って感じでした。かっこよかったですね。すごい。これ手作りですごいな。すごいですね。まあ何でもかんでも自動化自動化みたいな。職人なめるなよ。やっぱ一人の手で作ったものっていいですね。ロステクですよもう。井上さんおらんやなったらもうロステクやで。ほんまや。頑張ってください、本当に。ねえ、マグマ。すごいかっこいいな。この椅子、ちょっといろいろカスタムしすぎてません？もともとの椅子はどこですかみたいな。ここら辺しかないかもしれない。ねえ。この木枠ぐらいしかないですね。だってこれも変えてるでしょ。これも変えてます。ねえ。ここ真鍮やもんね。そうですね、ここ真鍮して。なんかカスタムしすぎてて、どこがね元のやつなのかわからんぐらいの。でこのなんていうんやったっけ、ガラクダのね、はい、やつは佐護城さんっていう方が佐護城さんが当ててくれました。佐護城さんがどうもありがとうございます。これを出すたびにいじられます。かっこいい。でも真鍮がこう男のところに見えるのがめっちゃおしゃれ、かっこいいな。いや椅子はね、みんなすごいやっぱりすごい人って椅子にお金かけるんですよ、うん、ね。今まで見てきてひどかったもん。15、16万ぐらいしてそうそう、これもそんなもんです。カスタムしすぎてそんなもんです。そういうことテントやん。もうそれも寝泊まりできるもんな。そう確かにそれで寝泊まりできる。すごいな。すごいわ。あ、うわ。冬はつけて、あったかいですね。暖かくなります。ああ、そういうことか。うわ、あれキルティングで。しかもブラント、そう。ブラントのワッペンついてる。これ。可愛い。あそこつけれるのがまたおしゃれ。これはいいな、この椅子。持っていかれへんように。これすぐはいって持っていける。ねえ、わ、すごいな。椅子はやばい。うまい。ボンボネロやばいねんけど。ブラックスミスの普通のね、ボンボネロで1枚だけサメフィンとか、なんかそういうのは見たことあるけど、何枚それ鉄フィン？鉄フィンが4枚。全部じゃんけんで勝ち取った4枚。頑張って10枚集める。ハマさんに10回勝ちます。あと6回勝ちます。いやすごいな。ドロッパーズで振ってもらった。へえ、わ、すごいかわいい。これは何ですか、このタグみたいな。これボンボネロナイトって出た時にタグをなくさないようにこう番号を振ってもらったんですよ。あ、へえ。それでだからタグがかっこいいからつけたままにして。あ、かっこいい。なんか秒みたいなの出てんですけど。かっこいい。こっちもやばないですか？こっちも。ちょっと待って。これ中のやつも真鍮ですか？真鍮、はい。別でわざわざ買って買った。なんかかっこよくしようかな。ああ、すごい。真鍮やばい。ちょっと重い。これ置くしかできないですよ。かけれないですよね。なかなかかけれない。手がブルブル乗せられた時、これ押さえられてるみたいな重さやねんけど、めっちゃ重い。こんな重いんですね、真鍮。すごい、これ宝物やん、これ。宝物やん。家宝にします。ねえ、家宝でしょ、これ。宝物やで、ほんまに。すごいな。真鍮って持ってる人少ないでしょ、めっちゃ。少ないから、レア度的にこっちやな。もう行きました。来ました。すごい、この2個でもう。やばいな、どういうことかわからへん。あ、すごい。やばい、もうほんま留守番誰かにつけなかった。もう警備雇います。これドーベルマンぐらい置いとかなね。すごいな。見てください。今日届いたというか、今日手にしたばっかりの H&O の、この天板とサイドテーブルみたいな、そうです。ブリッジングって名前なんですけど、ブリッジングと天板とセットの。すごない。かっこいい。H&O。みくちゃんが当ててくれました。当ててもらって。譲ってもらって。いやー、すごい。すごいな。めっちゃかっこいいな。やばいな。これが手に入ると思わなかったです。感動してます。これもだいぶすごい確率ですよね。そうですね。多分すごかったと思います。わあ、ちょっとこのサイトの総額っていくらぐらいですか。ざっとざっと。何が買えるやろうね。K 買えますね。K 買える。多分余裕ですね。新車の K。新車のいい車が買えると思います。まあまあいい車。いや、でもすごいな。これでも使えますわ。大事に使えます。なんか汚すん嫌や。飾りで終わりそう。これともクーラーボックス。食材だけ。ほんまや。もうここに全部詰め込んで。かっこいい。すごいな。もうなあ、すごいなこれ。もうロマンしかないもんね。あ、すごい。わざわざ出していただいて。ありがとうございます。はい、どうでしたか、皆さん。やばいでしょ。もうお腹いっぱいになったでしょ。まっちゃんはキャンプ歴何年ですか。2年ちょいぐらい。2年。はい。2年でここまで行くんですか。行きます。2年やばない。キャンプ歴2年でここにたどり着く。2年なんてまだかまぼこテントではしゃいでます。かまぼこテント当たった言うて。はしゃいでた。いや、怖っ。怖いですね。怖いですね。趣味は怖いっすわ。やりすぎました。本気が詰まりすぎてますね。本気出してるでしょ。本気出してます。すげえ。いやー、びっくりした。2年はちょっと初めてかも。2年でここまで行ってる。すごい。そんなまっちゃんでした。はい。24歳と目。23や。23歳と目、まっちゃんやばかったですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。もうお腹いっぱいになりました。もうお腹いっぱいです。ね、もう落ち着きますか。もう落ち着きますね。どうですかね。これ以上はもうほぼ増えないと思ってます。そうやって次増えてたりして。もうね、さらにこう、まあ楽しみにしてます。これからもね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。まっちゃんでした。